バイトの帰りに満員電車に乗った時の出来事。その日は酔っ払いも多く、俺の隣のおっさんもフラ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 してて鬱陶しかった。そのうちおっさんがなんでこんな混んでんだ畜生とか喋り始めて、俺もちょっと嫌だったけど、いかんせん身動き取れないから我慢して並んで立っていた。次第にちょっとした揺れでガンガンぶつかってくるようになってきて、挙句の果てには俺の靴を思いっきり踏みつけた。でもおじさんは知らん顔。いくら混んでて仕方がないとはいえ、一言謝るのが筋だろうと思い、おっさんに文句を言ってやった。そしたらおっさん逆切れして、あ、うるせえ、どうせ安もんだろうが、ガタガタ言うなって。俺も一瞬唖然としたんだけど、値段の問題じゃないでしょうがって言い返した。するとおっさん、俺の靴は2万もするんだ、靴代払ってやるから黙れ、これでもっといい靴買ってこいバカ野郎って財布から5000円出してきやがった。周りもなんだかざわざわした感じで俺の方を見てるし、ちょっとおっさん怖くなってきたし、ほっとこうと無視することにした。そしたらすぐ横に立ってたメトロセクシャル系のお兄さんが、エドワード・グリーンじゃないですか。おじさん、これ弁償するなら10万じゃ効かないよって助け舟出してくれた。それ聞いておっさんの方は、そんなわけねえだろうが、お前はすっこんでろってさらに悪態をつく。靴は友達から誕生日プレゼントでもらったものだったから値段は知らなかったが、せっかくの助け舟だし、ここは乗っとこうってことで、そうなんですよ、5000円じゃソウル代にもならないですっておっさんに言ってやった。おっさんが、何をみたいに睨んできた瞬間に、周りにいた他の人たちから、じじい謝れ、おっさん静かにしろ、さっさと降りろって一斉に声が上がった。電車内は一気におじさんを敵視する雰囲気になった。その時ちょうど駅に着いてドアが開いたから、暴れるおっさんをみんなでホームに押し出した。電車動き始めて周りの人に、すみませんでしたってお詫びをしたら、災難だったねって返してくれて和んだ。最初に助け舟出してくれたお兄さんとは同じ駅で降りたからお礼を言った。僕も靴好きだから頭に来たんですよってことでした。お兄さんとその他の人たちありがとう。それとあんな高い靴をくれた友人にも感謝。靴はその後もらった5000円でクリーニングに出して万事解決。まさにスカッとする出来事でした。